YouTube の企画案です。ありがとうございます。プレイヤーの凄さを紹介するガチ君の格ゲーマー名鑑をやってみてはいかがでしょうか。中堅という立ち位置かつ真面目で実績もあり、皆さんに愛されているガチ君にぴったりだと思いました。ワヤノートの対策を一部公開したり、フードさん、ニャンさんの第一印象が悪かった話や、ボンちゃんのエイペックス中の顔など、ガチ君ならではのエピソードを交えつつ、タイトルに2022年上半期版とつければ擦り続けられるか。なるほど。でもなんかその SFL とか、トパちゃんとか出る選手のことをもっと知っておきたいっていう、その、格ゲーウィキはあるんじゃけど、でもなんかプロゲーマー目線のその人のすごい部分とか、格ゲーウィキに書いてあるのってさ、なんかその人の生い立ちとかじゃん。じゃけど、そのプレイヤーがどんだけすごいんかっていうのって結構周りのトッププロの人からしか伝わらん部分もあると思うんで、そういうのをね、出していきたいよね。じゃあ、サンタロウさんのさ、印象っていうか、すごいところ、まあ、すごいところっていうか、まあ、どういう人かっていうプレイヤーとして。まず、一つ、格闘ゲームは、年を取ってからでも、自分の頑張り次第で、上位のプレイヤーと戦えるぐらいの実力をつけれるっていうのを今、体現してるのが、サンタロウさんですよね、これ。やっぱり。まあ、もちろん、その格ゲーマー歴は長いと思うんですけど、サンタロウさんって。でもやっぱり、スト5、スト4シリーズはサガットで、最初5期やってサガットで、サンタロウさん。で、もうサガットのトップの人間で。で、そっからウルフォーが終わってスト5になって、最初チュンリーやりよって、ただ数年サンタロウさんがおらんくて、また戻ってきたのが去年、一昨年ぐらいか。サンタロウさんが本格的にスト5始めたのが、また去年、一昨年ぐらいで、やっぱブランクがあったわけじゃないですか。スト5が出てもう4、5年、4年ぐらいか。3、4年経ってからまたサンタロウさん戻ってきて、で、まあ、俺らはサンタロウさんのこと知っとったし、強い人っていうのは知っとんじゃけど、やっぱそのスト5から見た人っていうのはサンタロウさんが何者なんかってわからんわけじゃん。もうチェリ太郎なんか、雪山でさ、雪山で女の子に声かけてゲラゲラ笑っとるおじさんかっていう風な見られ方もしとったけど、プレイヤーとしてはすごいこう、てか熱いよね。なんかやっぱり格ゲーって、まあ、ゲーマー、まあ、FPS とかしたらまた別じゃけど、格ゲーとかって、まあ、おじさんが強いっていうのは、まあ、もちろん結構共通認識としてはあるけど、でもその、後半から入ったプレイヤーが、その、第一線のプレイヤーに対して追いつくっていうのが、前例としてそんななかったんですよ。あんまなかったんじゃないかな。やっぱりその、初期からやっとるプロのゲーマーはめちゃくちゃ強いんじゃけど、シーズン後半から入った選手ってどうしてもこう埋もれてしまうっていう印象だったと思うんですよ。それこそ昔ね、強かったプレイヤーとかも入ってきても、やっぱりこう、トップの人間からはちょっとこう、離されてしまうみたいな感じだったと思うんですけど、でもサンタロウさんは、そこでこうなんか、ガッとこう、追い抜いていくみたいな感じ。むしろなんか、今のトップのプレイヤーと対等に戦えるぐらいの、それこそ今だったらトパちゃん B リーグに出るぐらいの選手ですし、そういう意味ではじゃけ、今から入ってくる、若手大師、中堅、おじ世代の人らのいいモデルケースみたいな感じには僕はなってるなと思うし、本人自身がそう、すごい熱い人で、で、もっともっと強くなろうとしてる。やっぱその、若手がすごい頑張るのはわかるんだけど、そういう、しかもサンタロウさんまででも今年すごいもう、年も召されたんで、そういうね、プレイヤーが上にもおるっていうのは、やっぱ格ゲー界のね、これ、いいところですよね。で、まあ、サンタロウさんがどういうプレイヤーかっていうのは、まあ、わかりやすく言うと、反応がすごい良くて、不器用ですけど勉強熱心で、なんかね、年を感じさせんのよな。そのゲームをね、すごい楽しんでやっとんすよ。格闘ゲームで勝つためにどうすればいいかとか、そこに対する情熱を熱く持ち続けとんで、先輩なんすよ、サンタロウさんって。もうすごい先輩で、年上のゲーマーなんですけど、でもなんか、若い時と同じぐらいの熱量でゲームをやれとるし、すごいゲームを楽しそうにやってくれるんで、やっぱりいいなってすごい思います。ほんまに楽しそうにゲームするんで、サンタロウさんって。俺、ボンさんとサンタロウさんの日を見るんですけど、やっぱり僕はすごいいいなって思うし。多分、サンタロウさんと初めてちゃんと話したのは多分東京なんじゃけど、俺一番最初に、あれなんよね、サンタロウさんを知ったのってスロープーさんきっかけで、俺一番最初に知り合ったのはスロープーさんなんですよ。ちなみに俺はそう、サンタロウさんより前にスロープーさんと結構面識があって、サガット同キャラで。で、仙台にサンタロウさん住んどって、その時。
で、まだ豪気でスト4の頃だったんで。で、俺はスロプーさんと、スロプーさんのエメラルドグリーンのスパッツのサガットと、ずっと同キャラを家庭用でしよって、で、たまに西金さんとかサンタロウさんが、その、バトルラウンジみたいなので一緒にやるみたいなのをやっとって。で、その時にサンタロウさんっていう人を知って、でそっからなんか、そう、サンタロウさん家に一回泊まらせてもらったんですけど、そのサンタロウさん家泊まって、その時はサンタロウさんと俺と、あともう一人、サンタロウさんの家におった人がおって、で、その次の日、あ、サンタロウさんがちょっと俺明日朝から用事あるけ、出るけどガチ君寝とっていいよって言われて、あ、わかりました、つって朝パッと起きたら、隣にボンさんが座っとって、おう、君が、あれかい?ガチ、すんかい?みたいな。おはようみたいな感じで。あ、ボンさんがおる。ボンちゃんさんがおる。おはようございます。で、なんでおるんだろうと思ったら、まあその、ね、仕事でなんか一緒にサンタロウさんとおったらしくて。まだその時ボンさんね、まだボンさんでしたね。まだボンちゃんでしたね、あの時は。いやでもね、やっぱサンタロウさんにはすごいお世話になってます。いろんな、まあ東京来てからも、そうですね、東京来る前からも結構いろんな話聞いてもらったりとか、すごい面倒見てもらってますね。いや、これからもし、逆にこっちが、サンタロウさんのね、しっかり面倒を見ていくっていう感じ。サンタロウさんって今、45? いやいや、43とかか、サンタロウさんって。あれ?でも、海野さんより年上ですもんね。ってことはもう、あれ、サコさんのちょっとしたか。ごめん、あ、違う。45って若杉さんや。若杉さんが45で、サンタロウさんが40や。そう、サコさんと同い年か。ケイスケさん、あ、そうですよね。サコさんと同じ年で、あ、今年43。え、若杉さん48か。いや、これ、俺、おじいにくんの時にも思ったんですけど、その、サンタロウさん世代の43歳、その、年で見ればもちろんもう、おじなんですけど、でもその、R さんとか、それこそ、オースさんとか、黒人さんもそうですけど、言うたら第一線でやっとるゲーマーじゃないじゃないですか。実況だったり、カメラマンだったり、配信者だったりっていうところで。でも、その、大会を控えて、オジリーグがありますってなった時の、やり込みっぷりが、今の僕らがやっとるぐらいの熱量でやるんすよ。練習をね。それ見た時に、あ、昔の人が強かった理由が分かったなっていうのは思ったんですよね。なんか、別に今の人がそれぐらいやってないって言っとるわけじゃなくて、でもなんかその人ら、R さんとか、大さんって離れとったのにもかかわらず、あの練習量を、オジリーグがある1ヶ月前、2ヶ月前から当たり前のようにやっとったってことは、多分それが身についたんですよ。当たり前だったんで、日常だったんで。で、当時の方が、その、格ゲーのね、ゲーセンもあったし、プレイヤーも多かったわけで、そこでやっぱり勝ってったり、生き残っていくためには、それぐらいの練習量をみんなしとったわけでしょ。ってことは、やっぱり当時のゲーマーの人だって、相当強かったんじゃろうなっていうのは、思う。いろんな事情があって、プロゲーマーになれずに、第一線を退いた人もおるんでしょうけど、おると思うし、そこで残ったのが今の梅原さんとか、時代さんとか、孫さんたちじゃないですか。で、やっぱり、ほんまに当時のプレイヤーの人は相当強かったんじゃろうなっていうのを、ちょっと改めてその、オジリーグに出る選手を見た時に思った。そこですごい改めて R さんとか、オースさんとかね、黒人さんとかっていう人のリスペクトが、改めてこう、漏れたなっていう。てかその再認識はね、なんか、すごいなと思った。改めて。普段はなんかさ、ちょっとこう、大さんなんかもさ、ポンコツキャラじゃし、R さんなんかも、すごいじゃないですか、AG がね。で、黒人さんも、すごいじゃないですか。でもことゲームに関しては、すごいこう、真面目に真剣にやるっていうところを見たときに、この業界があって、すごい良かったなっていうのは、思いますよね。